コンバズロック。どうもデボです。下野さんに会いに FMO に来たのですが、スケジュールが合わなくて残念ですね。非常に。なので今回はちょっと大きい手紙的な感じでラジオのコメントになりますが、コメント大きいコメントしていきます。よろしくお願いします。リンクとホライズンですが、5月17日にニューアルバム進撃の奇跡をリリースしました。こちらの方はですね、進撃という名前がついてますが、進撃の巨人とがっつり組んだ一枚といいますか、今までのそのリンクとホライズンが担当してきた歴代の主題歌含む新曲も含むで、一枚通して歴史といいますか奇跡といいますか、まさにその進撃の奇跡っていうのを表してるんですが、今までのことを振り返りつつ、そのこれから進撃どうなっていくんだろうなっていう未来にも思いを馳せつつ、皆さんに熱い気持ちになっていただけるような、そんな一枚にしてるので、ぜひ進撃大好きな皆さんは聞いてほしいなと思ってます。そしてこのツアーなんですが、アルバムを引っ提げてのツアー、リンクとホライズンライブツアー2017進撃の奇跡を行います。これは過去最大規模のツアーになっているんですが、7月から始まり、関西にはまず8月10日神戸国際会館、10月8日9日ロームシアター京都メインホール、そして大阪は10月27日28日29日オリックス劇場の3デイズです。本当にですね、これはもう僕自身もどうなるかっていうのはドキドキしてるんですが、その音楽を一生懸命届けたいなっていうことなんですけど、ただ音楽だけじゃなくて、その音楽が何のためにあるのかっていうと、やはりみんなで進撃の巨人を楽しみたいっていうのがまず根底にあるので、ぜひそのより進撃の巨人を好きになって皆さんに帰ってもらいたいなという、そういうコンサートにしようと思っているので、ぜひぜひ本当に進撃好きな皆さんには遊びに来てもらいたいなと思ってます。かなり長丁場で、まあ夏も超えて頑張っていかないといけないんですけど、そのなんでしょうね、普通だったらこううなぎとか食べてなんかスタミナつけて夏バテ乗り切ろうみたいな感じだと思うんですけど、じゃあ大阪にリスペクトしまして、今年はたこ焼きとか食べますかね。暑い夏にあえて熱々のたこ焼きを食べて、熱い気持ちで心臓を捧げるという感じでレボンを頑張ってまいりますので、皆さんよろしくお願いします。さてさて、最後にリンクとホライズンの新曲心臓を捧げを聴いてください。レボでした。バイバイズロック。